皆さん、こんばんは。NYTV です。今日は、私が今受けている、YouTube の塾の課題の動画を撮りに、電車に乗ってきたことについて、お話ししたいと思います。今日は、 今年10月で引退する上越新幹線の2階建て新幹線、まあ、E4 系って言うんですけどそれに今日短い区間までですが、まあ、乗ってきました本当に、まあ、2階からの景色は良くてもうこの景色が眺められなくなるのかなと思うと ちょっと寂しい感じもありました。でもこれも時代の流れで、まあ2階建てで重心が高いゆえに、まあ最高速度が他の新幹線よりも遅めの240キロっていうことなので、やはりまあスピード化ってことを考えると、いた方ないのかなというふうにも思いました。 10月まであと、まあ、3ヶ月弱ですけども、まあ、それまで走り続ける、まあ、定期運用で走り続けるので、まあ、今後も機会があれば乗っていければなと思いました。以上、今日の動画でした。NYTV でした。